皆さんこんばんは。19期生の清水真奈です。スプリングアクト楽しんでますか？ありがとうございます。もうご存知の方もいると思うんですが、私は今回の発表会でアクターズスクール広島を卒業します。アクターズに入って先生方、事務局の方、たくさんの仲間と出会ってすごく成長することができました。スプラッシュの活動を通してたくさん学ぶこともありました。私のスプラッシュとしてのラストステージは3月26日のアメージングライブです。お時間のある方はぜひ見に来てくださると嬉しいです。それでは引き続きスプリングアクトをお楽しみください。次は A クラスで年下の男の子です。どうぞ。アイリー、